はい、本日はですね、視聴者の方が選ぶおすすめのメンズファッションサンダルブランドはどれだというところでお話をしていきたいなというふうに思います。ありがたいことにですね、皆さんにご協力いただいて3770名の方にご、アンケートとか、記入をしていただいたということになっているんですね。以前YouTube の方でもこんな感じでアンケート取らせてもらって、おすすめのブランドどれですかということでポチッと押せるシステムにもなってるし、書き込んだりもできるんだよということでね、結構書き込んでもらったりしてるんですよ。でそれ以外にはだったらインスタの方でもね、ちょっと YouTube では書き込み僕できないんだよねっていう方もいらっしゃるじゃないですか。僕とかやったら多分そのタイプなんですけど、なかなか表立ってはいけないんだよねって思うけど、お前偉そうに喋ってるやんけっていうことなんですが、それは一回置いといて、そういう方にも向けてインスタの方でもね、なんかおすすめのブランドありますかということで、人によったらこのブランドのこのモデルがおすすめですよっていう方もいらっしゃれば、このブランドは全体的におすすめですよっていう方もいらっしゃったんですよ。でメンズのファッションサンダルじゃないですか。だから部屋で履くとか、そのスポーツのサンダルとかじゃなくて、もうファッションのサンダルとしてもう僕はこれがいいんだということで、皆さんね3770名の方に、ご協力をいただいたということになっておりますので、正直僕やったら、これランキングに入れてへんわとかね、これは俺も入れてるよっていうのがあったりとかするので、これを見ていただいてですね、この夏はちょっとこのサンダルをトライしてみようかなとかね、一応ランキング知らずって言ったら全部だいたい1万円以内とかで買えるような感じになってるので、ちょっとこんなんやってみようかなとか、サンダルってちょっと消耗品的なとこもあるじゃないですか。物によっては10年ぐらい履けるやつもあるけども、大体ってやっぱ 2,3 年ぐらいで壊れたりとか、毎年変えていったりするっていう方もいらっしゃると思いますので、今現段階2021年ではこのサンダルが流行ってるんだよということでお話していこうと思います。流行ってるかどうか知らんけどね、僕の嫁がねこうアンケートを全部集計してくれてるということで、しっかり正確な数字で、この手元にありますので、今日の流れとしてはですね、第7位から7、6、5、4、3、2位まで紹介して、その次に番外編ギリギリランクインできひんかったんがあるんですよみたいな、それがこの辺ですみたいな話をして、最後1位をお話しして終わりにしたいなというふうに思います。ちなみに今回ご紹介するのは全て僕が持ってるアイテムというわけじゃなくて、僕が持ってへんアイテムの中でも視聴者の方からこのブランドをおすすめですよというふうに教えてもらったこともありますので、順番にいきたいなと思います。まず1つ目というのがですね、チャコというブランドになってるんですね。チャコってこれ結構セレクトショップとかでは僕見たことあったんですけども、なんか変な名前してるなと思って今まで買わんかったんですね。変な名前してるなと思って買わへんかったけども、そこそこ票数があってですね、ちょっとこの夏僕もレビュー作ってみようかななんて思ったりはしてるんですけども、まず一つ目がチャコというブランドですね。これに関しては僕持ってないので偉そうなこと全然言えないので、まずチャコというブランド入ってましたよというご報告だけさせていただきます。そして第7位じゃなくて第6位に次行きたいなと思うんですけど、第6位というのがですね、こちらのウーホスなんですね。ウーホスちゃん6位で出ちゃったかと。僕結構好きやからね、上の方に来るかなと思ったけど、確かにファッションのサンダルっていうと、そうかなということで、もちろん外で履いてらっしゃる方もいらっしゃいますし、おしゃれにこう履きこなしてる方もいらっしゃるんですけども、ファッションサンダルとしての認知がまずちょっとないんかなと。あくまでリカバリーサンダルとしての認知はめちゃくちゃあって、柔らかいクッション性で履きやすいっていうのはそうやけど、こうやっぱスポーツとかやっぱヘアとかそういうのをイメージするから、あんまりファッションとはちょっと離れてるんかなというところでね、6位になったんかもしれないんですけども、こちらが第6位ということになってますね。僕としてはちょっと若干ショック、3位ぐらいまで入っていてほしいななんて思うんだけど、6位やったんかということで、ウーホスというブランドになっております。これはね、ちなみに僕スライド式になってて、こう足パッて靴下履いてても入れるタイプになってるんですけど、この鼻緒のあるタイプというか、鼻緒というかこの指と指の間に入れるタイプなんかもあったりするので、多分そっちの方がファッション性があるんやとは思うんですけど、それが第6位ということになってるんですね。では次第5位というのが、こちらのブランド、キーンというブランドになってるんですね。このキーンというブランドは、この僕が持ってるヨギというタイプではなくて、おそらく編みのね、ちょっと編みタイツっぽいセクシーな感じのね、そっからすね毛はみ出してね、指がはみ出して履くっていうようなスタイルの多分サンダルのことやとは思うんですけど、そのキーンというブランドが入ってました。これに関してはね、正直、7位、6位、5位っていうのはほぼほぼ票数に違いってないんですよ。大体似てるなということで、そんなに大きく違いはないけども、この第4位ぐらいからちょっとぐんと票数が変わってくるんですね。 1.5 倍ぐらいにぐんと変わってくるので、キーンについてそこまで喋ることは僕は特にありません。そうなんやぐらいに思いました。皆さんからは票いただいて、へえ、キーンなんやと思って、キーンは持ってるからね、ちょっと編みの方は買うかどうかわからないんですけど、それやったらチャコの方が興味あるかなというふうに思ってる今日この頃でございます。はい、ということで次は第4位に行きたいなと思います。では第4位というのが、
こちらのレインボーサンダルになってます。さすがですよね、よくわかってる僕の視聴者の方。このレインボーサンダルもう汚いでしょ。汚いというのか経年変化というのかわからへんけども、もうめちゃくちゃもう2年3年ぐらい前からずっと履いてるので、もう味めちゃくちゃ出てるんですよね。もともとこの鼻緒の部分の色で全部同じ色やったんですけど、もう足の形、指の形とかしっかり出ちゃってますけど、まあ、これがね、あの冒頭でも言ってた10年履けるサンダルという歌い文句というか、壊れないサンダルという歌い文句なんですけど、アメリカでね買ったらね1万以内で買えるんですけど、今このご時世アメリカで買われんじゃないですか。だから日本とかやったら確か1万2、3000円とかぐらいで確か買えると思います。僕これハワイで買ったんでね、ハワイで8000円とか7000円とかぐらいやったんですけど、それぐらいの値段で買いました。特に手入れとかはなく、もう普通に濡れても関係なし、汗かいても関係なし、もう普通にガン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 履いていってるという感じで、まあこんな感じになってますね。まあ、ちょっと色違いなんか興味あるので、まあブラックとかの方が合わせやすいんですよね、私服としては。だからまあブラックとかをまあ買いたいななんて思ってるんですけど、こちらのレインボーサンダルが4位にランクインしておりましたということになってるんですね。続いて第3位というのがですね、これが意外、僕にとっては意外、視聴者の方からしたら当たり前やろうと思うかもしれないけど、めちゃくちゃ意外やなと思ったのがアイランドスリッパ。これもハワイのブランドなんですけど、これ僕持ってないんですけどね、そんなにもし需要があるんやったら購入しようかなとは思ってるんですが、このアイランドスリッパっていうのも比較的こうビーチサンダル的な感じというか、さっきのレインボーサンダルに結構似てるんですよ。だからまあ一般的な人はアイランドスリッパの方が多分好きな感じで、サーファーとかこう海が好きな人とかはさっきのねレインボーサンダルがお好きな方多いとは思うんですけども、まあそういった感じでね、アイランドスリッパというのが第3位になってきてるんですね。じゃあ次第2位に行きたいなというふうに思います。こんな感じでもうパンパン行きますよ、パン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 行くんですけど、第2位というのがこちらのテバなんですね。これまあハリケーン XL なんとかみたいな感じの名前だったと思うんですけども、このテバっていうブランドがちょっと他にどんなのがあるかわからないですけど、これが一応ね代表的なモデルにはなってて、なんですかね、スポーツサンダルみたいな感じですかね。まあ、メンズファッションで合わせるならちょっとアウトドアっぽい感じ、例えばパタゴニアのショーズ履いたりとかノースフェイスのショーズ履いたりした時とかにめちゃくちゃ映えそうな感じのサンダルやと思うんですけど、まあ、これはね僕去年1年間夏の時ずっと履いてたんですけど、これは結構良かったですね。値段的にもそんなに高くない、確か5、6000円、7000円、8000円かな、ちょっと値段覚えてないですけど1万円はいかへんぐらいで、この紐もねちゃんと硬いからペタンとならへんから足がこう入れやすいんですよね。ここペタンってないです、足入れにくいんですよ。だけどこれしっかりピュって立ってるから足パって入りやすいし、脱ぎはぎしやすいのに、こうサンダルみたいにプカプカ脱げへんというかね、ちゃんとかかとのとこも止まってるからあんま脱げにくかったりするので、まあ、この辺はね良かったかなと思います。まあアウトドアとかキャンプとかしはる方とかやったら足場悪かったりするので、あんまり普通のサンダルって脱げると思うんですけど、まあ、こういった手羽のこのタイプはもうずっと定番ですよね。めちゃくちゃ人気ある、ずっと人気あるけど、まあ、こんなモデルが、第2位でしたということになってるんですね。そして次はですね、第1位に行く前に惜しくもランクインせえへんかった3つをご紹介していきたいなと思います。まず1つがナイキのサンダルになってるんですね。これ多分ベナンシとかになってるのかな、ちょっとスライド式の感じのサンダルで、こういった感じでね、ここにナイキって入ってるやつあるじゃないですか。まあおそらくこういったサンダルであったりとか、まあスポーツサンダルのことやと思うんですけど、まあ、ナイキがね、意外とスポーツブランド、僕今までこういうのを紹介したりしたことないんですよ、このチャンネルではね。やけどランクインしてたりしたし、あとそれがね、シャカね、これも名前は聞いてたけども、なんか名前からして買おうと思わへんかったやつやけど、意外と人気あんねんなと、シャカというやつですわ。おっさんやったらね、こっからおもろないダジャレちょっと言いそうになるんですけども、まあ、お釈迦さんとかな、そんな言いそうになるんですけど、まあまあそれいいかということで、じゃあ、まあ次がですね、魚さんというサンダルで、これ結構コスパいいらしいんですよね。僕の視聴者の方の人からおすすめされたりもしてたんですけど、値段安いのにもともとなんか漁師かなんかが履いてたみたいな感じちゃいましたっけ、知らんけどね、適当なこと言ってるかもしれんけど、まあそんなことを言ってたりとかしてたんで、まあ、この辺が、ナイキ、釈迦、魚さんというのが、ランクインギリギリ入らへんかったということになってる、モデルになってますね、ブランドですね。で、まあこれを見てもらったら分かる通り、サンダルも結構大きく分けて3つかなというふうに思ってて、まあ、こういったねスポーツサンダルタイプのやつか、こういったねスライドタイプになってるやつか、それ以外にやったらこういうねビーチサンダルタイプのブランドか、まあ、大体この3つぐらいがね人気出てくると思うんですよ。まあ、こういうのはちょっとサーファーっぽい感じで履けたりもできるし、まあ、こういうのはねどっちかって今のトレンドっぽい感じなのかな、ワイドシルエットのパンツ履いてみたいな感じのイメージなのかな、ちょっと分からんけど、まあ、それがトレンドなんか僕は知りませんけどね、そんな感じになってるのかなというところで、次は第1位に行きたいなというふうに思います。第1位がですね、あ、これなんかいということなんですけども、
ビルケンシュトックになってますね。まあ、これはあのドイツのめちゃくちゃ有名なブランドで、僕も一回過去にあの購入して履いてたことはあるんですが、もう種類がめちゃくちゃ多いんですよ。あのアリゾナっていうのがあったりとか、ボストンっていうのがあったり、チューリッヒっていうのがあったり、なんか京都もあったかな、なんかそんなね、いろいろ土地みたいな感じの名前がいっぱいついてるんですよ。何が何か全くわからへんけども、それがねもう群を抜いて一番でした。とにかくビルケンシュトックがもうナンバーワンに人気があって、まあ確かに合わせやすいんですよね。っていうのもファッションがどんな服装しててもビルケンやったらまあまあ合うでしょうと。ただその代わり、まあ、僕個人的にはですよ、またこのビルケンシュトックは必ず買ってレビューしようと思ったんで、今回のアンケートでレビューするんですけど、やっぱりクッション性がねそんな良くないっていうところが僕個人的には気にはなってるんですけど、まあどうせやったらビルケンのモデル3つぐらい購入して、まあ、レビューしようかなというふうに思ってまして、まあ、その時に、まあ、モデルによってはもしかしたら履き心地が違うかもしれんし、まあ、全部同じってなるかもしれんし、まあ分からないんですけど、まあ、とりあえずビルケン取得がナンバーワンということになってるので、今言ったの全部海外メーカーですね。日本メーカーどれも入ってないな、はい、海外系がばっかりでしたね。まあおそらくこれ見ていただいてる方って結構アウトドア系のファッションされてる方多いと思うので、まあ、アウトドア系ってどのサンダルでもまあまあ合うじゃないですか。どのサンダル履いても合わへんってことないけど、まあ、ファッションによったらねちょっと合いづらいサンダルってあったりすると思うので、まあ、その辺でこのビル1位のビルケンはもうどんな人どんなメンズでも合うと言われたら、まあ確かにそうやなということで、今日はランキング終わりたいなというふうに思います。ということでね、本日はメンズのファッションサンダルのおすすめトップ7ブランドをご紹介したという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。